皆さんこんばんは今日は2月16日夜の8時前です今日は、えー、北海道三大グルメを紹介したいと思いますまず結論から言いますとジンギスカン、味噌ラーメン、そしてスープカレーまあ、プラスアルファとしてスイーツです、えー、私は今北海道にいますで、先週の水曜日に来ましてまあ、出張仕事できたんですけどもまあ、仕事終わってから ああと休みを利用しててちちこちグルメに出かけてます実は1年前まで仕事で約2年間北海道にいましてその時にもほぼほぼ有名どころは行ったんですけどもその復讐おさらいという形でこの短期間の間においしいとこ巡りをしているという状況ですでは早速紹介していきますとまず木曜日の夜仕事が終わってから 一発目、えー、ジンギスカンを食べに行きました場所は、えー、千新千歳空港の近くにモンゴルというジンギスカン屋さんがありまして、まあ、そこで、えー、生ラムをいただきましたちなみにこのラムというのは、えー、羊の赤ちゃんで大きくなると、えーラ,えー、ラムではなくてマトンという言われ方をしますマトンになると匂いが結構癖のある匂いがするらしくて 結構、まあ、苦手という人が多いらしくて、まあ、一方で、えー、ラムについては比較的に匂、まあ、いも少なくてしかも本当に柔らかいというところで本当に美味しく食べ応えのあるジンギスカンでありましたたくさんいただきましたビールと本当に合います でえっと、ジンギスカンはです、ね、野菜も一緒に食べるんですよね、なので、えーきまあ、結構ヘルシーで、えーまあ、ご飯と本当は食べればいいんですけども、私は、まあとはどのことを考えて、まあ、ザ・本当に肉と野菜とビールだけで、えー、お肉、まあ、2人前、3人前ぐらいですかね、食べても、まあ、そんなにもたれないという、本当に美味しいジンギスカンでありました。 で次の日、金曜日ですね、金曜日は、えー、私、一日休みでありまして、えー、っと、まあ、昼に、えー、ラーメン食べに行きました。このラーメン屋さんは、これも新千歳空港の近くにある、えー、麺屋レイという,うーラーメン屋ですレイ。こちらのラーメンは、どうやら、えー、とミシュランで一つ,つ星を獲得した店ということもあって、えー、非常に並んでます、普段行くと。 で私、去年までいた時には、まあ、2ヶ月に1回ぐらいのペースではあ通ってました11時からーオープンするんですけども、まあ、その時きは大体10時50分ぐらいに行って前からまあ5番目6番目ぐらいに並んで入っていたとただ、えっと昨日は若干、まあ、午前中仕事は休みだったんですけども、まあ、ちょっと仕事の準備をしていた関係でちょっと遅くなりまして13時1時過ぎぐらい についたんですがなんとかギリギリ並ばずにカウンターに座れた空いていたという状況でしたで私が食べていると、まあ、何人か並び出したと、まあ、結構繁盛している店ですねこちらは、えっと、味噌ラーメンと醤油ラーメンまあ醤油がおそらく一番、まあ、メジャーなのかなという気はするんですけども、まあ、つけ麺をいただきました醤油のつけ麺ですね まあ本当に非常においしくて、まあ、さすが「ミシュラン」一つ星取っただけのお味は十分にありました美味しかったですで、えー、とその後、まあえっ、ー、と運動しながら歩いウォーキングしながら帰りましてで夜は、えー、ラーメン屋あーラーメン屋じゃなくて、えーとまあ、ちょっとお高い系のお居酒屋さんですね海鮮居酒屋で行きまして でそこでまあフグの鍋だったり、まあ、白子だったり、まあ、刺身だったりというのを、まあ、日本酒男山という北海道の日本酒があるんですけどもそれと一緒にまあ軽めに食べたというところでもう1日目2日目からも早速もう北海道のグルメを満喫し,し,、えー、したという状況です。でえっと 次の日土曜日ですねもう土曜日はもう一日休みでしたので、まあ、若干羽を伸ばしまして、えっと、後輩に札幌まで車で送ってもらいまして、えー、まあ前々からずっと行きたかったさいみというラーメン屋さんに行きましたで行ってみるとまあ11時半頃に着いたんですが、まあ、外に行列ですねで数えてみるとまあ30人ぐらい並んでましてで中にも10人ぐらい並んでました まあ一瞬どうしようかなとも思ったんですけど、まあ、せっかくここまで来たんだからもう並ぼうとう幸いにもそんなに外も寒くなかったので並びましたで中がまあ結構広いさらにまあラーメン結構回転率高いというせいかだいたい30分ぐらいで順番が回ってきましたでここのまあ名物もおそらくまあ味噌ラーメンかなと思うんですけども、まあ、非常にコクのある美味しい味噌ラーメンでした 値段は確か800円ぐらいですかね。もう本当は汁も全部、スープも全部飲み干したかったんですけども、まあ、その後すぐに回転寿司に行こうというプランがありましたので、まあ、若干控えめにして店を出ました。で、その後そのまま、えー、名古屋家庭という、これも札幌にある回転寿司屋さんなんですけども、に行きました。で、まあ、そこはですね、北海道民ならもうほぼみんな知っていると。 まあ、札幌だけかもしれませんけどももうほぼみんなどこがおすすめですかと聞いたら、まあ、名,古屋名古屋家庭だったりトリトンだったりというまず名前が出てくるお店で、まあ、テレビにも紹介されたことがある,あるらしくてですねで行ってみますと、まあ、非常に仲も和気あいあいと、まあ、人もたくさんいて、まあ、カウンターに座りましたでそこでまあ大将から今日のおすすめを聞いて。 でテレビにも出たというこぼれいくらを頼みますと、まあ、なんかこう演出してくれるんですね太鼓をたたいて「もう一丁もう一丁」というふうにいくらをどんどん入れてくれます、えーいえー、普通の皿に、まあ、2缶いくら入ってましてそこにもう皿からこぼれるぐらいのいくらをたくさんこう入れていただきまして、まあ、それをまいたくにま食したということです その他にもサーモンだったり中トロだったりヒラメだったりたくさんいただきましたただラーメン食べた後なので2人で10皿ぐらいですかね10皿ぐらいで約6000円弱と値段は結構するんですけどもそれだけネタの大きさおそらくシャリの2倍3倍4倍ぐらいは うん、サーモンだったそれぐらいあったと思いますねぐ,ぐらいのもうネタの大きさもうとろけるほどの口の中でとろけるほどの油をのった美味しさもう鳥肌が立ちましたねうんもう思い出しますあの感動はっていうところで、まあ、非常にいい美味しいですそこら辺んの、まあ、握ってくれるお寿司屋さんよりももう,もうそこで十分というぐらいの、まあ、コスパでありました でえー、と土曜日はそのまま帰ろうとしたんですけどもまた帰る途中に焼き鳥屋これ北広島の方だったと思うんですけども焼き鳥屋のむーちゃんというところがありますむーちゃんでここの焼き鳥屋も去年まで何回か行ったことのある焼き鳥屋でもう非常に美味しいと塩こしょうというシンプルな味付けこれがまた食べやすいと。 いうところで、えーま、買ってしまいましてただでさえお腹いっぱいなのに何かこう別腹みたいな感覚で、えー、1本末、うんうんま、食しましたでえー、っと土曜日はそれで、えー、終わりかと思いきやだいたい3時ごろに戻ってきましてで夜は夜で、えー、またあ予定がありましてでジンギスカンを食べる、ま、予定がありましたなので、まあ、ちょっとでもお腹をすかそうと えーまあ、市内をぶらぶらと1時間ほどお散歩をしてらお腹を減らそうとしましたでも全然減りませんとで夜はですね大体5時半ぐらいから、えーしえー、新千歳空港の近くのヤマジンというお店で、えー、ジンギスカンをまたまた食べましたこちらはですね、まあ、食べ放題コースと、えーまあ、それ以外に単品コースがあるんですけど、まあ、いつもは食べ放題コースで行ってたんですね これも本当にもう,もう食べ飲み放題ということで、まあ、いつもお腹に夜中いっぱいになって満足して帰ってたんですけど今回はまあ若干お腹やっぱりいっぱいだったということもあって、えー、単品コースにしましたで単品コースならではというところで、えー、生ラムのステーキというごっついこうお肉の塊が出てくるんですねそれをまあ焼いてハサミで切って食べるとですごいもう新鮮なので あの生ラムというのは完全に焼かなくても食べれるんですね、えー、若干まあ半,半焼きとかでも全然食べれるんですねなので、えーまあ、新鮮だということで、まあ、若干、まあ、ごっついので、まあ、少しは焼くんですけども、まあ、それでもおどれぐらい30秒1分ぐらい焼いて、えー、ひっくり返してまた30秒から1分ぐらい焼いてもすぐ食べると、まあ本当に柔らかい、うん、癖のない美味しさというところで もういくらでも食べれましたはい、まあ、非常にまあジンギスカンは私は大好きな食べ物であありまあ北海道ならではの本当に北海道グルメだなというところを実感しましたでここまあ2人で行きましてだい6000円あ一1人6000円ぐらいで1万2000円弱ですね一、まあ、人約6000円 まあそれなりのものはまあ食べましたのでまあ、それぐらいしてもし仕方がないかなと、まあ、結構お酒も飲みましたし、まあ、食べたので、まあ、1人6000ぐらいというところでしたそしてえ次の日今日ですね今日2月16日はえ小樽の方に行きましたまあ、日曜日どう過ごそうかなと考えてましてまあ、ある人から「小樽どうですか?」と。 いうことで、えーまあ、札幌からも、まあ、そんなに時間もかか一1時間以内で行けるということで小樽に行ってきましたで小樽でまず小樽駅の中にいお寿司屋さんがありまあ、立ち食いなんですけどもありまして、えー、そこは6貫で、えー、お任せ6貫で1500円ぐらいでしたかねを食べました、まあ、そこは完全にもう握りなんですけども うーんどうですかね、ネタの大きさ、まあ、確かに美味しかったんですけども、ネタの大きさ、新鮮さからすると、まあ、名古屋家庭の方が個人的には上だったかなと、まあ、コストパフォーマンス的にも上だったかなとは思います。ただ、小樽でやっぱり新鮮なお魚を食べたという、まあ、この経験自体が、うんまあ、いい思い出にはなってます、うん。決して美味しくなかったというわけではないんですけど、非常に美味しかったんですけども、 まあ、名古屋家庭の,そのインパクトが非常に大きかったので、まあ、そう感じましたでその後すぐ隣に、えっと、これも有名な鳴門というお店の、えー、手羽先ですね手羽先をとザンギを食べましたこれがですねえっと、まあ、作られてからちょっと時間が経っていたせいかうんちょっとぬるかったんですよねやっぱり揚げたてが一番だなと そこに尽きるなというところで、うんまあ、ちょっと残念でしたねまあまあ美味しかったんですけどもやっぱり揚げたて唐揚げは揚げたてが一番だなというところを、まあ、痛感した次第であります食べ、まあ、歩きをしていましたで、まあ、小樽ですねやっぱりあの小樽ガラスで有名なところ、まあ、小樽運河でも当然有名なところで運河沿いを歩いて、まあ、写真を撮りながら食べ歩きをしてみると やっぱりガラス細工屋さん、まあ、入りながらまた小樽、えー、といえばあールタオですね小樽を裏返すと、まあ、ルタオになるんですけども、まあ、ルタオにすごいおたくさんお店があるんですね小樽、えー、には。で、えー、ルタオに入ると、えー、もう試食し放題みたいな感じで、まあ、クッキー、えーとまあ、定番のクッキーだったり、まあ、チーズケーキであったり今の時期 まあチョコレートであったりもうたくさんいただいてそのどれもがもう本当においしい、うん、もういくらでも食べてやりたいというぐらいの、うんまあ、美味しさで非常に満足しましたでそこで、えー、まあ、えー、なんだっけなクッキーかクッキーを4箱ほど、まあ、お土産で、えー、買っていきましたでその後かまぼこですねかまぼこ で有名なちょっと店の名前は忘れてしまったんですけどもかまぼこを買ってたそこで食べて、えー、そのまま帰りましたで今日がですね本当に今日寒くてここ3日間ぐらい全然もう雪も降らずに全然北海あったかくて北海道らしさがなかったんですけども今日は本当に寒くてで帰ってくるともう雪も大雪で。 えー、もうすでに5センチほど積もってました、まあ、これがもう本気の北海道かなというところで北海道らしさをまあ満喫ある意味満喫しているというところですでこの出張はですねあと5日間ぐらい来週の金曜日までありますので、まあ、その間もまあ仕事が終わった後にあちこちもうすでに毎日どこに行くどこに行くというプランがありますあ あれ忘れてました。小樽から帰ってきまして、でスープカレーに行きました。そのまま、スープカレー、だいたい4時半ぐらいですかね。で、えー、っと新千歳空港の近くのラマイというお店です。ラマイ。ここがまた美味しいんですね。えー、去年住んでいた時は、どうでしょう、1ヶ月、2ヶ月に1回ぐらいは来ていました。うん、スープカレー、まあ、野菜たっぷり、えー、いくらでも食べられるっていう。うんあ で辛さもたくさん選べるんですね。私、あまり辛いのは苦手なので、まあ、3、うんまあ、中辛の一歩手前ぐらいの辛さにしたんですけども、もう見事、えー、ご飯をスープにつけて食べると完食してしまいましたというところです。で、まあ、心配なのが体重ですね、体重。以前のまあ動画にもあげたんですけども、私は大体169.5センチ、で体重が65キロ。 プラススマイナス1ぐらいがまあ理想なんで、すねでこれまではずっと毎朝、ああまあ、前に動画上げましたように、体重計に乗って測っていたんですけど、まあまあ、ほぼほぼキープしていたんですよね。で、まあ、こちら出張に来てから、一度も測ってません。なぜならああ、体重計がないからです。うん、本当に心配です。本当食べ過ぎてます。もう60おそらく8 ぐらいはいってるんじゃないかなっていう気はしまして、まあ、家帰って体重計を測るのを、うん、ある意味いい楽しみにして、えー、がっつり食べようかなと、引き続き思います。ただ一方で、まあ、運動も,もうウォーキング中心なんですけども、まあ、どうしても雪がいっぱいなので、えーまあ、歩くことしかできないんですけども、ウォーキングもなるべく長い時間しようとしてます。ちょっとした距離であれば、まあ、タクシーを使わずに、まあ、歩こうと。 でえーまあ、それ以外はあ、まあ、外のレストランに行った以外はなるべく食べないようにしようと、まあ、特に朝ですね朝ごはんはなるべく抜くようにしていますので、うんまあ、そんなに、うんまあ、おなかを見るとやっぱり常に膨れている状態ではあるんですけども、まあ、678ぐらいには増えているんじゃないかなという不安はすごい、まあ、あります、はいで。あと5日間残っていますで毎日予定が入っています。 ということで、えー、まあ、期間限定で、えー、北海道グルメをまだまだとことん味わうというところで、えー、今日はこのあたりで終わりたいと思いますまた帰りましたらあ東京の方に帰りましたらまあ総集編ということで、えー、振り返りの動画を上げたいと思いますでは今日は以上ですありがとうございました